フェリックス・ブラックモンは、フランスの画家、版画家、陶芸家である、パリで生まれた。上和学校の講師見習いとして働いた後、版画工房で働き始め、ドミニク・アングルに学んだことのあるジョゼフ・ギシャールに、才能を認められ、ギシャールの工房に迎えられた。19歳になった1852年にサロンド・パリに出展し、美術評論家、テオフィル・ゴティエラに注目された。 1863年には版画を出展するが、この時審査で落選し、この年落選した多くの芸術家の請願によって、開かれた落選展に出展した。1862年に、エッチング版画家協会に入会した。友人になった、エドアール・マネや、アンリ・ファンタラ・トゥール、アルフォンス・ル・グロ、ヨハン・ヨン・キント、オーギュスタン・デオ・デュール・リボーといった、 印象派の画家も版画に取り組むことになった。1869年に印象派の画家マリーと結婚した。1870年頃にはセーブルの陶器会社などのために陶器のデザインもした。印象派の画家たちとの交流から1874年に開かれた第一回印象派展に肖像版画やターナーやアングルの原画元にしたを複製版画を出展した。 1879年の第4回の印象派展にも出展した。ありがとうございます。